自動車のシガーライターシガーライターとは、タバコ用着火装置のこと。現在では、自動車に代表される乗り物に装備される、電熱式のタバコ着火装置のことを指す。一般的には、葉巻よりも紙巻きタバコの着火に用いられることの方が多いため、自動車メーカーによっては、シガレットライターと呼称する。マッチやガスなどの可燃物を忌避し、電熱で、 タバコに着火するライターの着想自体は古い。すでに1880年代にスイス出身でオーストリアで活動した電気技術者フリードリッヒ・ウィルヘルム・シンドラーが調理等に用いる着火装置として、公安1890年代にはタバコ用ライターへの転用がなされている。これは電源と接続された優先式である。 1950年代後期の夕張炭鉱記録映画には、行動から地上に上がってきた作業員がタバコを加え、壁に取り付けられた箱型の装置の穴にタバコ先端を突っ込んで、その下のスイッチを押してタバコに着火している様子が捉えられており、行動内のガスを警戒してマッチなど可燃物の坑内持ち込みを禁じていた石炭産業の事情を伺わせる。しかし家庭用、 業務用を問わず固定式の電気シュガーライターは喫煙習慣自体の衰退で21世紀初頭では見られなくなっている。自動車用に適合するタイプの電熱ライターは自動車に電動スターターと電気式ヘッドライトが普及し電装機能が充実した1910年代以降の産物で1921年にアメリカ合衆国で 電熱式脱着ライターの最初の特許が取られた記録がある。実際の普及は遅れ、自動車用としては、優先式電熱ライターはやはり、アメリカで1920年代中期以降に、アフターパーツとして出現、市販されたのが早い。自動の電熱式脱着シガーライターの普及は1950年代にまで、下るが、以降の普及は早く、1960年には、 アメリカの自動車等関連規格の多くを規定する際、インターナショナルによって自動、コイル状に巻かれた電熱線に通電し灼熱させ、タバコに着火させる。通常はダッシュボードにあるシガーライターソケットにはめ込まれた状態である。使用するときにははめ込まれたシガーライターを奥に押し込む。電熱線の灼熱が完了すると、バイメタル等により自動的に シガーライターのプッシュボタンが押し戻される。その後、シガーライターソケットから引き抜いてタバコなどの着火に用いる。シガーライターを外し、シガーライターソケットに他の電気機器などを接続することが可能である。車種によってはシガーライターがなく、ソケットのみ装備している車種もある。ソケットについてはアクセサリーソケットを参照。ありがとうございます。